上原さんは、うん、あの常に結果を気にしてました。多分これからも日本人選手がいっぱい挑戦すると思うんですけど、まだ勝ってんのが大輔しかいないっていう。カズミの方の印象も強いし、はい、大輔の方も印象もある、はい、まあ、僕の中でもとあのベストリーグ、うん、第1位、はい、もう僕の中ではそれかな。ベスト5か、もう上原さんの記憶に残ってる。うん、メジャーも入れちゃったら、それはだってワールドシリーズで勝ってんのって大輔だけだからね、本当に唯一の日本人。なんかあげんの嫌やな、どうどうやって落とそうかなって今ちょっと考えてる。浮かばんかった。落ち探しました。落ち探しました。まあ、名勝負いろいろあると思いますが、はい、5位からできれば発表いただければなと思いますが、はい、5位からですね。言っていいですか。お、いいですか。うん、第5位、松田選手の名勝負、ベスト5、第5位、お願いします。日本シリーズで僕が大輔からヒット打ったことです。それかそっちか。だって唯一の対戦やん、はい、そうですね、一生忘れない。俺も忘れない、今でも覚えてるもん。もう鮮明に覚えてるからね。どんな感触でした。あのね、やっぱり、はい、いいバッティングしたら感触ないんだよね、あんまりね、はい、芯に当たると、うん、いい当たりしたね。三遊間、三遊間真っ二つです。え、あれはでもね、まっすぐ投げればよかったのにね。そうですね。唯一の投げ合いでしょ。打席立ってますね。そう、投げ合いもこれが最初で最後でしょ。そうかもしれないですね。そうやろ、こんだけ24年の、はい、ね、今まで、ね、ルーキーから来て、まあ、交流戦がなかったもんね、最初は。まあそうですね、僕らの時まだなかったですね、最初は。はい、そうだね、そこがちょっと残念やったね。最初からあれはもしかしたら投げ合いしてたかもしれんけど、はいはい、あの日本シリーズの1回だけやもんね。そうですね、うん、で、お互いしかも打席に立ってるっていうね、はい、で、俺がヒット打っていいですよ。僕はライトぐらいだ。はい、打ち取られてますね。もうそれもアメリカでも、ね、対戦することはなかったしね、はい、そうですね、なかったですね、うん、まさに上原対松坂と。そうだよね、もうそこだもんね、はい、うん、そしてしかも日本シリーズでやってた、自分が打ったところと。そうそうそう。たまに俺も出とこうかな。1位か4位は出ないから大丈夫、安心して、うん、もうないですか。もうないね。続いて第4位の方お願いします、はい、お願いします。第4位、ここからがね、ちょっと難しいんやけども、やっぱりワールドシリーズのね、うん、唯一勝ってるっていうところですよね。多分これからも日本人選手がいっぱい挑戦すると思うんですけど、まだ勝ってんのが大輔しかいないっていう。みたいですね、なんか雰囲気が嬉しいですね。ね、はい、黒田さんとか田中将大、田中将大はワールドシリーズ出てないのかな。もう出てないですかね。ダルも出てるけど勝ってないんですよね。出てるけど勝ってないっていうね、はい、そういうところから結構これから何年もまだ出てこないんじゃないかなっていう感じは、まあ、 ね、まあ、そもそもやっぱりそこまでこうたどり着くのが大変ですよね。そうそうそう、だって今年、はい、ダルしか、もしかしたらポストシーズン自体ダルしか出ないんじゃないかな。そうですね、まあ、ツインズはチャンスあるけど前にはで投げるかって言ったら投げないよ ね、 そ う、 ですね。そういうところでやっぱり大輔しか勝ってないっていうところで、はい、うん、1位でもいいんやけどあえてちょっと4位にさせてもらいました。はい、ちなみにそして僕もヒット打ってます。メジャーで打点付きです。しかも打点付きです。メジャーで何本ヒットだ。メジャーですか。あれ、ホームランは。ホームランないです。打ってない。ホームラン打ってないですね。おー、いいな、俺メジャーで1本も点があったな。だから4打席か5打席しか立ってないのかな、はい、で、脱水症状で退場した。ランナー出て、フォアボールで出て、一周帰ってきてんけど、そのまま脱水症状で、ピッチャー交代。慣れてないことをしちゃうと。ね、そう、慣れてないことをしちゃうと。本当に。
じゃあ第3位の方お願いします。怖くない。第3位はやっぱりあれかな、大輔の初登板の片岡さんかな。インコースまっすぐ、はい、高めの155キロ、はい、あれかな。あれでも10キロ増しやろ。5キロぐらいじゃないですかね。俺の時に10キロ増し。東京ドームよ。いやでもあれは衝撃的やったね。いやあれは今でもずっとあれは語り継がれてんじゃないですかね。片岡さんも絶対あれはもう忘れてないだろうし、はい、あのフルスイングね、はい、まあ、ほぼ毎年のように出てきますよね。あ、なんかそういう話片岡さんに、はい、あの、うん、言われましたけど、いや、片岡さんもいい思いしてるわけ。そうやって取材を受けてね、うん、まあ、だから僕もそのね、同じ年にデビューしてるわけやから、うん、結局最初から最後までいろいろ比べられたりもしたしね。そうですね、うん、だからあの155キロっていうのは衝撃的でしたね。ナイスボールでした。2位いきますか。2位いきますか。はい、はい、2位は和美とのあの投げ合いですかね。あ、2006年、はい、2006年、はい、あのプレーオフですね。で和美の方の印象も強いし、はい、大輔の方の印象もある。はい、やっぱいいピッチャーの投げ合いっていうのはそんな4点も5点も入るわけじゃないからね。はい、どうこうロースコアの中で自分がいいピッチングできるかっていうのを考えないといけない、ね、そうですね。あれはまあ相手も斉藤克美さんでしたし、まあ、僕の中でもベストゲームの一つに、はい、入ってくる試合でしたね。自分の中でベストゲームって何試合ぐらい？何試合ですか。難しいですね。結果の場合もあるし、うん、あのもう単純に内容のものもあるし、しても勝てなかったらやっぱベストゲームに入ってこないですね。おー、まあ、でも一番って言ってもいいぐらいですかね、その試合は、うん、はい、あとまあ先発にすればもう 1-0 っていう、うん、一番勝った時の気持ちのいいスコアだったんで、ね、1-0 なんてもうあんのかな俺、はい、1-0 で9回って俺もう変えてくれと思うもんな。元気なピッチャーに元気な 2-1 とかやったら投げようかなとかまだ思うの、はい、1-0 ってなんか嫌やな帰ってくれと思うときあるな。僕1年目に最初黒木さんと投げ合いで 1-0 で勝ちました、ね、おお、対戦相手がすごいな、はい、やっぱでも対戦相手って大事だと思います。うん、対戦相手というかね、対戦投げ合うめっちゃというか、うんうん、はい、本当にまあ、和美さんだったり黒木さんだったり、うん、大体ピッチャーにこううまく乗せられてっていうんですかね、うん、はい、投げられたっていうイメージですかね。あの時のパリオンもいいピッチャー多かったもんね。多かったですね。エース級の名前で投げていったら、はい、黒さんも当然いましたし、当時の松坂さんから見てそのライバルみたいな選手というか投手って、まあ、斉藤和美投手と黒木さんがお名前上がりましたけれども、はいはい、その他にいらっしゃる、はい、入団当初やっぱ投げ合うが相手としては黒木さんをこう意識することありましたね。あとは、まあ隣にいる上原さんは、うん、常に結果を気にしてました。お、はい、まあ、結果を気にしてたっていうのはやっぱ上原が勝ってたんで、うん、あれ何連勝ですか1年目、はい、15かな15、嫌いじゃない。いや、やっぱりその勝ち続けてる姿を見てもすごいなと思いました。いや、ありがたい。ああ、そう言ってくれると嬉しい。俺やっぱもう負けないっていうそのイメージがすごい強いんですよね。はい、まあ、その後は数年アメリカ行くまでやっぱり和美さんですかね。はい、意識してましたね。まあ、各球団のエースだよな。そうですね。日ハムやったら岩本さんとか、はい、そういう投げ合うことは僕は全然嫌じゃなかったですね、うん、はい、
あ、エース級と、はい、勝つのはもちろん難しくなるんですけど、投げることしては僕は楽しかったですね。まあ、まあ、僕の話はいいんですけど、いや、お前の話しないと、お前の時間でいいやから俺の話せんでいい大輔の話をする。あ、そうでしたっけ、うん、続いていきますか。はい、はい、第1位、はい、もう僕の中ではイチローさんとの対戦ですね。三三振した、はい、イチローさんが打てなかったっていう、ね、うん、あれが違う選手やったら多分上げてない。イチローさんだからっていうところがやっぱり、はいはい、ね、世にも出たのもそうでしょ、はい、うん、そうだな。あれもそうですね、あれもいい試合でしたね。あれ全部スライダーだっけ。いや、1打席目がまっすぐ、2打席目、3打席目がスライダーです。はい、イチローさんがなんか全くタイミング合ってなかったもんね。そうですね、うん、あれキャッチャーは長嶋さん配球通りね、長嶋の配球、うん、雑談魂見ていただければ分かると思います。イチローさんと対戦どんな意識で投げられたんですか。まあもうどう、もう対戦するのがもう何日も前から決まってたんですけど、うん、どう抑えようかって考えて、まあ、三振は取りたいと思ってましたけど、どう投げて抑えていいのか正直わからなかったですね。わからなかったんで、まあ、中島さんにも試合前にもう余計なこと考えずにサイン取り投げればいいかなって、まあ、言われて、まあ、その通り投げましたけど、最初にこう、まあ、向かい合った時に、まあ、漫画の、世界の人だなと思って、どこに投げてもこうバットが出てくるイメージができちゃう人、僕はもうイチローさん以外にはいなかったですね。だからもうこれはもうどうやって抑えようかなって考えても無駄だなと思って、ある意味こう開き直って投げたような気はしますね。はい、まあ、最初の対戦で三振3つ取れましたけど、僕多分それからメジャー行って、最初の対戦の2打席目から3打席目に三振取るんですけど、それまで三振取れなかったです。はい、バットに当てられてた。そうですね。もう通算何打席ぐらい対戦してるんですか。結構対戦してると思いますね。50近くし、マリナーズの時も結構投げましたし、でも率からすれば多分そんなに打たれてない、2割ちょっととかそんなだと思います。はい、まあでもこれはもっと他にもあるんですけど、はい、とこの5位まで、5位ですか、自分の中で、自分の中でこの5位までなんだけど、それを聞いて、うん、5位は違うやろみたいな感じ5位だけは違うやろみたいな感じか